その中で次のステージに向けて原川がどういうね投球をするかっていうのも注目ポイントになります。さて今日のこの劇的なゲーム振り返ってみたいと思います。いろいろなポイントがありました。千葉ロッテは中8日14勝をマークしている石川でした。今日の15勝目というのは結局なかったんですけれども見事なゲームは作ってみせました。一方のオリックスディクソンは10勝に王手をかけて今日は5回目の先発、なかなか10勝目に手が届きません。立ち上がりいきなり岡田にスリーベースヒット。この後一塁三塁と場面が変わって角中、ここでレフトへ、ボールはファールゾーンですがこれを掴んで犠牲フライになります。岡田が正解して1対0マリーンズが1点先行。そして2回表中島のあたり、これが左中間に行って角中のファインプレー、石川をチームを救います。3回表ここは石川のピッチング、園部足立来て取ります。1点のリードを保っている石川、このあたりは安定感十分でした。そして1点リードしている、まあ、わずかに1点リードというところでなかなか追加点が入らなかったマリーンズ、ディクソンがこのあたりは頑張ります。デスパイネ、クーラ連続三振、千葉ロッテなかなか追加点が入りません。そして5回表チャンスで園部が同点タイムリーヒット、石川同点とされました。そして6回表チャンスで中島、均衡が敗れます2対1。そしてこの後西野、なおチャンスがついていました。この辺りレフト線にポドーンとしてこれで3対1となりました。この後石川はマウンド降りています。そして7回の裏マリーンズチャンスでしたが、ここはギリギリのところディクソンが踏ん張りました。8回裏マウンド上が吉田和正、ディクソンからマウンドを受け継いで、ここは角中デスパイネ、この辺りはいい感じで捉えたんですけども、ショートへの正面。そして結局ここはノーアウトランナー3塁を生かすことができませんでした。9回裏もう満を持して2点リードで平野を投入したオリックス、鈴木がいきなりヒットを放っています。そして12球粘った中村翔吾、粘って粘って、そして同点の第5号ツーランホームラン、3対3の同点、土壇場で追いついた千葉ロッテ。そして延長に入りました。マウンド上は6番手の南、10回表ピンチを背負ったんですが、ここは南頑張ります。なんとかゼロを入れました。そして10回の裏マウンド上は甲斐田、ノーアウト満塁、途中出場の細谷、見事にレフトへさよならでゲームに決着がつきました。そしてさよならで千葉ロッテマリーンズクライマックスシリーズ進出を決定しました。近藤さん、はいはい、木下さん、試合後の伊藤監督ですが、9割方ダメかと思ったと、中村の一発で助かったというふうに話してましたね。でしょうね、本当にダメと思ったでしょうね。ですね。先発した石川投手に関してはちょっともったいなかったなと。